赤地の ECO エコ巡業決まりました。ね、30秒前にね、なんとか絞り出してくれて、いい立ち合いですよ、これは。はい、綺麗ですね、海。ねえ、すごいね。すごい気持ちいいですね、本当にね。どこですか、ここは。ここは楢葉町です。楢葉町。いや、実はね、あのここね、私のいとこで、はい、相撲とヒップホップを融合したスップモップアーティストの AK2 っていう、はい、プロモーションビデオというか、はいはいはい、え、それを撮りに来た思い出がありますね、ここに。私のいとこですね。全然バズんなくてね、困ってるんですよ。前回やらせてもらって、はい、すごくイメージも変わりましたし、はい、またリユースとかにして、はい、ゴミをなくしていこうっていうね、すごくなんかやりがいのある企画です。そうですね。そして古着をもらったら、私たちはお手伝いをして、そうですね、恩返しをするっていうのを今日は目標にして、はい、赤地のエコ巡業。おはようございます。おはようございます。今お散歩中ですね。お話ちょっと聞いていいです？いいですよ。いいですか？着なくなった服とか集めてて。服？服、はい。いらなくなったのはねえな。あ、もうない。洋服だとさ、使われる服だけは。ああ、もう使ってるものだけなんですね。いつもこの景色を見に来るんですか？いつも毎日散歩に来る。お洋服好きですか？洋服なんて着る暇ねえけども。着る暇ない、うん、じゃあいつも裸で生活してんだ、んだあ、そうですか、わ、うん、かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだ、どこの。これはあの、うん、福島放送、ね、ああ、いつも見てる。いつも見てます。 ありがとうございます。 4チャンネル5ちゃんです4号はいつも見てる。4号は見てますか？見てる。ありがとうございます。うわ、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。5月の2日ね。5月の2日、はい。ごちゃん。いい出会いから。ねえ、いい出会いから良かった。元気だ。そうですね。やっぱり元気な秘訣っていうのは、日々裸で生活するっていうことなのかもしれない。次は、まあ、この辺で、あの、竜田駅の方ちょっと行ってみます、はいはいはい、あ、そうですね、うん、その駅でちょっと駅周辺で一回ちょっと、はい、声かけてみましょうか。あ、こんにちは。すみません、こんにちは。今もう使わなくなった服とかをあの回収させていただいてて、この服はもう使います、これから。これ、はい、今仕事、仕事で着てますか？そうですか。だいぶあの断捨離したんだ。あとこれはダメっていうのは、あの、職場が介護の仕事なので、はい、あのそちらの方であの美容者さんのね、こう体あの使い捨ての、まさに私たち やろうとしてやってくれてるんですね。ライバルだ。そうですね、ライバルですね。我々とライバル。ライバル。私よりすごいですやっぱり。そういうね、ことやってる人って多くなってきてるんですよね、これね。やっぱこのエコ巡業のおかげでしょう、これは。あ、もう影響してこう、はい、もう広がってますから。4回ぐらい応援されてるわけだから。うん、自信持ちましょうか。いや、自信持ってます。何でその慰めのラジオって。エコ巡業。あ、なんかいらっしゃる。いらっしゃる。桜の木？桜の木なんか剪定してるのかな。ちょっとお邪魔していいですか？すいません、お邪魔します。今の撮影なんですけど、はい、ちょっと番組ですか？お話伺って。今何？桜の木盗んでます？何してるんですか？怒ってました。あの、こう、さつまいも畑で。さつまいも畑。でちょっとマルチを敷くためのスカバの部分を切ってました、うん、そうなんですね。ご出身の秋田から、まあ、農業に興味を持ってこっちに来た。へえ。で、なんでさつまいもやろうかなって。これね、さつまいも好きなんで。へえ、
何年ぐらいで育つんですか、収穫の。4月5月に植えて10月ぐらいに。半年ぐらいで。半年ぐらい。そうですか。占い服とかあります？ないです。言わないです。ないですか。なんかその処分に困ってる時に連絡ください。はい、KFB福島放送にお願いします。赤地のエコ巡業までよろしくお願いします。ウマホーまあ一日さウマホーいやもう逆に恥ずかしい、うん、すごい大量。よっしゃ、これどこに置けばいいんだろう。